皆さんこんにちは、山上アリシアです。前回モーニングスキンケアをやったので、今回はナイトスキンケアです。早速もう顔は洗ってきたんですけど、メイク落としは別で動画を撮っているので、ぜひ気になる方はそっちをチェックしてみてください。それでは早速やっていきましょう。今回はボイスオーバーでやっていきたいと思います。モーニングスキンケアと同じで、夜もこのソフィア IP ベースケアで肌をプレップしていきます。この炭酸先行美容液の泡を崩さないように肌にのせてから、ゆっくりとマッサージをしていきます。その美容液が終わったら化粧水を塗っていきます。韓国のブランドなんですが、セレンディのクラウドモイスチャーフェイシャルトナーを使っていきます。で、これは原材料の中に保湿効果を高く期待できるものが多いので、最近夜に使うことが多いです。3種のペプチドとちょっとずつ話題になり始めている EGF が配合されていて、ターンオーバーをしやすいお肌に近づけてくれるので、本当美容液みたいな化粧水です。この化粧水は普通の蓋とポンプと、あと泡ポンプがついてくるんですが、私は使いやすい泡ポンプが気に入っています。化粧水は2回に分けて肌に浸透させていきます。化粧水が浸透したら、ファミのルミエールバイタル C を使っていきます。で、これも結構有名な美容液なんですが、オイルなのに浸透がすごく早くて、ベタつき感もなく赤みを和らげてくれたり、あと毛穴が引き締まる感じがして、実際に使った日の肌の調子は私はすごく良かったので、今はすごい愛用しています。そしてこの美容液は 97.2% ナチュラルなので、どんな肌質でも合うんじゃないかなと思いました。そしてまたファミなんですが、フラワーエッセンシャルモイストライザーで保湿をしています。これはカメリアとひまわりオイルが配合されていて、結構ライトなクリームなので、全然ベタつき感もなくすぐに浸透してくれるので結構気に入ってます。このブランドは結構いろんなものを試しているんですが、すごい最近気に入ってるブランドです。美肌クリームバームは、日差しに当たりすぎた日だったりとか、ちょっと乾燥気味だなって思う日とかに使うことが多いです。そして最後にデルマイーのハイドレーティングアイクリームを塗っていきます。ずっとアイハーブで買い続けてて、ブランド自体もすごい好きなんですけれども、ずっと愛用しているアイクリームです。はい、っていう感じで私のナイトスキンケアでした。最後まで見てくれてありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。おやすみなさい。